あと1ヶ月休んどくんだな。ご視聴ありがとうございます。ハレリアメディア中央一徹です。はい、富岡です。はい、というわけで今回はトロンピオン大塚さん、おかえりなさい。ちょっとね、長いような、短いような1ヶ月、うん、ちょっとお休みをいただいてしまいまして、うん、ちょっと、ね、体調崩してしまいまして、お休みをいただいたんですけれども、うん、まあ、今回ね、晴れて復活ということでね、嬉しいですね。やっぱ復活第1回目はハレリアコンバット、うん、1回戦で頑張ってくれた、はい、一徹さんとともにね、アイアネオの対戦をお送りしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで僕が使うのね、こちらです。お、こちらです。お、ここのフェニックス、やっぱ復活といえばこのここのフェニックスということでね、うん、今回はイゼットフェニックスを使っていきたいと思います。なるほど。そうですね、なんか僕が休んでる間になんか重要なパーツが禁止されてしまったということで、まあ、残念ながら表現の反復はパイオニアで禁止となりました。なのでちょっと、まあ、立ち位置を悪くしてしまったんですが、まあ、ニューカペナからね、新しい新戦力の超王崎が加入して、うん、このカードがね、プレイヤー1人がファクターの自分の2つ目の呪文を唱えるとこいつは防御するということで、うん、だからこれでも一徹さんでも1対2回呪文唱えたらこいつがね、防御が弱して1枚引いて1枚捨てて、それが土地以外だったら個人プラス1カウンターが乗るということで、まあ、フェニックスがね、これで超王崎出してフェニックス捨てられたら結構美味しいですし、デッキにもすごい合ってるカードかなと思います。これね、そう、ニューカペダのさ、はい、新スタンドやった時、本当に使ってて、めちゃめちゃ強いやんって、100円ではみんな買ってねって言って俺買ってなかったんだよね。なんで買わないんですか。個人的な。そしたら4000円になって、いや言っても俺800円ぐらい買ってもらって、4000円ですからね。注目カードですけども、うん、まあこれね、早速使っていきたいと思います。はい、そして今回一徹さんはどんな感じでしょうか。はい、僕が今回紹介するのはこちら、ベロマカスロアホールドを作成したデッキです。はいはい、このね、ストリクセイブンで登場した、そうだね、まあ大きなドラゴンで、うん、こいつが恋するためにライブラリーの上から7枚を見て、そこからインスタントかソーサリーをタダで唱えられるよというカードになってます。はい、これで唱えるのはこちら、カーンの刑事隔離と水の止まりと分離でございます。おぉ、これは、まあ、言わずかしらた追加ターンがいるカードですが、まあ、ちょっとこの1ヶ月間僕もね、頑張らせていただいたんですが、まあ、もう少しちょっとこのハレルヤパーソナリティの座につきたいと。あ、ちょっと動画楽しくなってきた。楽しくなってきたと。お客さんから話しかけるの楽しいぞと。はい、というわけで大塚さんにはもうしばらく一回休みしていただいて、ちょっと自分の追加ターンを喋っといてね。ちょっといただきたいなと、ちょっとこの座を奪っていきたいなと思っております。ちゃんとフレーバー合わせてきた。なんかこれってさ、はい、あのヒストリックとかでちょっと見たらさ、あのヒストリックはさ、見捨てからアーカイブが使えるから、時間ねじりをね、このベロマスカラスクロアホールドが打つっていう日がね、昔あったありましたね。ただ一体このロアホールドをどうやって出すのかというね、まあ7マナですからね、まあパイオニアとはいえ7マナはかなり度級の重さなので、当時のスタンダードだとね、ドラゴンの石から、接近から出すみたいなタイプだったけど、さすがにドラゴンの接近、パイオニアじゃちょっと、まあ、マグダとかから出すのかなみたいな。なるほど、まあ、ちょっとどうなるのかご期待ください。はい、ということで早速ね、対戦やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速ダイス、はい、はい、9、8、じゃあ先行もらっちゃおうかな。はい、はい、では名前チェックします。やるか。はい、お願いします。はい、じゃあまずは戦闘団の運が出ておしまいです。はい、1ターンもらいます。ドロー、湿った赤ショックインからの行く思考が来い。ああ、いきなりか。ちょっと待ってね、普通にパイオニアをやっている。じゃあスタックで声を打ちます。どうぞ。1番目のカード見て、まあ、墓地に置いてもいいですよということで、まあこれ引こうかな。引こうで解決と。はい、で思考が来いはまあしゃあないですね。はい、ということで、なるほど、まあ、イゼットらしいフューダが見えてますが、そちら次ね、いや、とりあえず肉を抜いときましょうかね。ちょっと時間かかりそうなんで、うん、これを捨ててください。オーケー、はい、これが存在、うん、で、借りたと、いや、次のターン置きたかったな、うん、はい、いや、置けた。置けたわ、噛み合ってしまった。はい、おしまいです。はい、もらいます。アンタップキープ、ドローします。マナの合流点をプレイして、合流点、痛いぞ。はい、痛いんですが、何とかたどり着きたい。はい、ここから1点くらいながら匠の軍力、はい、でトップ3枚見ます。で、うち1枚が手札。なるほど、なんかそっち、俺なんかフェニックスに入ってそうだけど、そっちに入ってるな。はい、じゃあこの2枚こっちを置きます。なんだ、カードの刑事とか、さっき言ったカードの刑事とか。で、解決終わりで、そうだ、エンドです。ドローします。どういう、まあこのデッキは追加ターン手札から打つデッキではないため、そうね、ベラマカスローホールドはね、ネタが見えてるから、うん、じゃあここはメインで、はい、
パズルの掛け合いをします、はい、5枚公開します。でその中からインスタントやソーサリーカードを最大2枚手段に加えます、うん、うっちょっと結構、うん、結構だな。どうなんでしょうか。こっち4枚か、うん、まあ一応、まあ、墓地は溜まってるからあと1枚で青で出る、うん、今打ってもね、しょうがないからね、うん、はい、おしまいです。はい、もらいます。アンタッパーキープドローします、まあ、ハンサカリの出張、うん、どっち3枚目なのでアンタップイン。はい、有事対策。墓地肥やすじゃん、めっちゃ。ライブラリーで5枚読みます。めっちゃ墓地肥やすじゃん。え、しかもこれさ、アド取れないよ、確か。いや、もうただただ損するから5枚見て、5枚見て、好きなんだけど墓地置いて、うん、残りはトップ、トップに置く。はい、ただただアド損をするカードなんですが、一応ね、ベラマカスローホールと確率上げられるけど、うん、さすがにカード酔わないこれ弱い、うん、一応全部送ります。全部送れ。何のために打ったんだこっち。いや、なんでしょうね。全部送りましてエンドですね。はい、はい、いや俺もね、そろそろフェニックス出したいんだけどさ、フェニックスが墓地落ちるよってなったの、そっちなかったか。うわー、しかも弱いな、うん、反応が。うん、とりあえず見えてる嵐削りの海岸を置いて、はい、まあおしまいですかね。構えておきましょう。ではもらいます。アンタッパーキープドローします。はい、うん、構えられているが、もう見せるしかないよね。アメイキサワグマンドリ。何でもらいます。久しぶりに見たこいつ。緑と適当に1、2、3、4、5枚。はい、墓地から5枚のカードを追放して5枚分これが代わりに払ってくれました。はい、いやこのカードさ、はい、なんかかつてのスーパークレイジーズームの初期型にしか見たことないとか。まあまあまあ、松原さんのまあね、44トランプルとか強いですね、はい、では出たら新生カード。追加コストでマンドルリを、マンドリル、マンドリル、マンドリル、追加コストでマンドリルを生贄に捧げます。はい、とりあえず1点しない、解決してよろしいでしょうか。なるほど、いや6万ってことは、うん、7万の何かが出てくる。はい、どうぞ。ってことは、それさ、ハサミで、それうおー、ベロマカスローホール。でれん。なるほど、プラス1カウンターが乗って先手で出てきました。さらに、速攻を持っているためもうこのターンから殴りに行く。ちょい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 がコンバットエリア。いや、ちょっと待って、コンバットの範囲に。な、なに、一応ね、気持ちよくない。やればする、やればする。まだ気持ちよくさせるに早い、はい、まず錯覚で3点。あー、錯覚3点は、はい、まあ食らいます。で、その後に、消滅の衝動、これ、はい、クリーチャー2点なんだが、はい、墓地に、インスタントソーサリーが2万以上あると3点かかる、つまり合計6点ダメージ。くー、ちょっとこれはかわせません。上手いところに乗ってました、状況。なるほど、また出たいと、YouTube にエンドです。じゃあね、まだちょっと、そろそろ一徹さんが休む時かな、みたいな。なるほど、ドロー。まずは巧みな軍略。はい、一枚手札を加えて残りは下。お、フェニックスが落ちた。ということでフェニックスが落ちた。コンターンとないとない。落ちたけどね、落ちたけどね、特に別にこいつが復活するってことはない。さすがにコンターンは無理する。置いてこれ、うーん、これは嫌だな。で、このターンね、フェニックスはちょっと頑張っても、うん、蘇ってこないんで、とりあえず存在だけ、はい、ホラーだけね、用意しといておしまいです。ではもらいます。アンタッパーキープドロー。はぁ、タシグロー。第2のタッパー。こいつもロクマだ。こいつもロクマだ。で、ね、こいつ、はい、グルバグのアンコに取って代わられてしまったというか、かわいい。かわいそうなカードだったな。3、4、5枚のカードを追放して。こいつはロクマだからタシグルじゃないといけないんだ、絶対に。そうなんです。グルバグのアンコはなるほどな。え、もうまだ出たら、ふん、新生かー。あるんかい。あるんかい。追加コストで出してみます。あるんかい。まあね、状況1枚程度ではね、倒れませんよと。新生か持ってる、まあ積んでたか。はい、ローホールドが。はい、ローホールドが出ました。いや、ちょっとこれシャッフルさせてください。まあ確かに。これはね、納得いかないですよね、これで、ね、めくれちゃったらね。めくれそうだね、でも。何枚入ってんだ ?8 枚入ってて、今のところ見えてるのは1枚だけなんでね。で、7枚めくるんで、これは持ち込むぞ。はい、どうぞー。コンバいいよ。アタック、あ、警戒だった。警戒。アタック。じゃあまず、まず攻撃するたびに何が起こるんですか。攻撃するたびにトップ7枚見ます。7枚見るし、2、3、4、7枚。はい、この中からスペルをタダで唱えることができる。うおー、水の止まりの止まりだー。無理。はい、こいつは追加ターン、はい、
まあ、とりあえずね、はい、まあまあまあ、まあ、だからといって別にゲーム終わるわけではないんで、あと1ヶ月でちょっと絶賛パーが続くと、はい、とりあえずまあもう1週間休んどけやと1週間休んどけはい、で、これその6点が当たります、はい、6点が当たった、はい、じゃあターン終わりですね、はい、アンタッパーキープドローします。おでは、はい、再びライザルユー5枚を見て、積みたいカードを、いらんカードを積みたいカードを持ち送る。あ、はいはいはい、もうあ、確定だわ確定だわ。うわー、こんばん、はい、66、はい、6点残り、あ、違う、まずね、まず、まあ、まずね、まずね、まず、まず、まあ、まあ、7枚見るんですけど、とりあえずこれでいいです。確定、はい、これです。追加1ターン、なるほど、追加ターンを唱えました、はい、で、トータル6点が、はい、で、ちょっとライフがね、ちょっと消えちゃったんだけど、うん、はい、ここで、じゃあ追加弾打った後に6点、6点当たったと、8では、ターン終わります。はい、あと1回やると終わりだ。なるほどね、はい、あ、テイガムの作法、また積んでる、ライブラリー5枚を読みます。これもじゃあ、これもアドバンテージしられない。これもただ損する感じなんですが、まあ、コンボパーツを刷新しつつ、あ、やばい、ないない。これはもうちょっと、つまり神が決めろということですね。というわけで、まあ出たとこ勝負、はい、コンバットいきます。なるほど、めくれれば勝ちだが、6点確信、はい、誘発、さあ、すべきできるのか、7枚、はい、うん、ありました。うわー、残り2で、ドローして連続4回追加だな。あと1ヶ月休んどくんだな。じゃあ、あの退勤をしてきます。え、本当に帰っちゃった。じゃあキープだ。はい、いや、まだね、タイムカードを押すわけにはいかん。いや、じゃあ、はい、はい、フライス戦闘が乗っておしまいです。はい、もらいます、ドローします。なるほど、まあ、まずは繁殖池たっぷり、はい、エンドです。一旦選択します、はい、下、うん、で、ドローします、さあ、もらいます、うん、はい、と、うん、プランとしておしまいです。はい、もらいます。アンタッパーキープ、うん、ドロー。ここは繁殖池、ショックイン。はい。巧みな軍略。おぉ、打ってきたね。はい、特産枚見ます。これはでもこう。はい、ではこの2枚はこっち。うん、で、エンドです。よろします。はい。したら、河川ステージの小道を見て、パジャのかけら、5枚見て、5枚ね。で、その中から2枚、インスタンスをされて寝かれますと。はい、選択、うん、これの中の存在だと1、2枚放置で、7枚、1枚です。はい、ではもらいます。アンタッパーキープ、ここまでちょっと緩くなったな。なんか、エンクスが やはり反復展開が看板というか、とりあえず有事対策いってみましょう。はい、はい、トップ5枚を見て、好きなだけ放置を送ります。5枚見ます。はい、この4枚を捨てました。はい、いや、そろそろね、結構やばい、うん、一徹さんも準備し始めた。神聖化を捨てているということは。やる気満々。この1枚はトップ予約して、はい、マナの保留点を、はい、プレイして、まあ、出しておきましょうか。さあ、マメクサードマンドリル、墓地から5枚追放します。マンドリル君出てきた。はい、5枚追放しました。はい、まあ、これが5マナ払ってくれました。うん、出たらエンドです。なるほど、スイーツをやればいいということでもある、うん、やばい、うん、スイーツついてくる、いらないカードが。選択、うん、よっしゃ、はい、うん、で、選択、はい、これはもらいます、うん、はい、いくか、まあ、稲妻王でフェニックス捨てます。うん、お、フェニックスを捨てながら、捨てながら打って5点くらいましょう。はい、セットしてフェイクス、はい、いかん、で、今3個答えます、うん、選択、稲妻殿、帰ってきたフェイクス1体だけ、フェイクスなくグーッ、3点くらいます。はい、おしまいです。はい、もらいます。どうぞ。アンタッパーキープ、取ろう、まあ、とりあえず、うん、花盛りの土地、はい、が3枚以上あるので、アンタッポイにして捨てていきますか。何、タシグル、あ、出てくるよ、もう。墓地を4枚追放して、そこから4マナ払って、うん、2マナ払って唱えました、はい、交流点で行ってくる。そして新生活、あー、ある。確かに決まってしまう。そうで、サグリバイス、やめて、決まっちゃうよ。うお、今回まだ見えてない、あ、1枚見えてる、1枚見えてますね。
や、疲れ、疲ってくれ。では、はい、ここは大塚さんにカットしてもらいましょう。これでね、マジックの神様がどっちに勝てと言っているか。はい、はい、では誘発7枚、見ます。まあ、1回ならまだ許容範囲が1回ならね、ないひどいもんですよ、これ。あ、なさそう、あの顔なさそう。まあでもね、このデッキがなかった場合でもこういうカードで次のさんに予約していくことができると。有事対策、はい、はい、弱っ、こっからめくり有事対策してごめん、ガバホルドは1発乗ってね。そうですね、新生化です。で、じゃあ5枚目ですね。はい、まあさすがにね、これで12枚めくってることになるんで、さすがに、ない、マスオさんばりの、がない。これだけ、これだけ上に全部いらないパターン、全部いらないパターンもありますが、まあ1枚だけ積んどきましょう。なるほど。で、はい、わかりました。はい、そうですか。じゃあまあ、ダメージ解決を。で、6点。はい。エンドです。はい。どうして。おかしいな。頑張るか。うん。完全の反復。おお。このターン、次に印刷素材唱えて、質問書もコピーします。一体何を唱えるんですか。3マナと、持ち。な、何8枚。8枚。追放して、時間への侵入。うわー、このターンについて追加ターンを行う。おお、コピー。それをコピーします。なんだと。ということで、追加2ターンもらいます。はい。これはよく見た、アールンの典型みたいなやつ。まあ、クロックが出てこないだけまだ優しいかもしれない。ちょっと、でかすぎるから。で、このターンは、死に損なんで、まあ、ターン終了かな。はい。どうぞ。けど、この後にもさらに1ターンあると。で、じゃあ続いて、うん、新カード、超大きやばい、これはいつかローホールドを乗り越える日がやってくるいつだまずは選択、はい、はい、2個目の呪文なんで、うん、防御します。どうぞ。1枚引いて、返事捨てます。わっ、うまくやられている。で、で選択、そっちじゃないんで、そっちじゃないんで1個乗ります。はい。で、こちら、いらねえ。ほい。そして、このターン、またちょっと、やることが、え、金の反復でちょっと選択コピーしとけばよかった。ここは突っ込んで、ちょっとラーホールドさんがどうにもなるので、まあまあね、ちょ、じゃあ、一旦は無駄にして、一旦は無駄にしてで、最後の1旦いった、はい、頼む、分かってこいよ、俺のターン。一応まだ、あれ、うん、金の反復唱えます。はい。で、続いて、消滅の衝動、はい、これコピーします。うん、なるほど。で、まず、まあ、これどっちも最初こっちなんだけど、はい、超大の2つ目の防御ですね。これ呪文を唱えたので防御します。うん、すすす、うわー、うまいこと。アークダークアークダークフェニックとして、うん、カウンターが乗る、カウンターが乗ると、うん、この呪文唱えられねえ。唱えられないが、とりあえず、うん、これで反復解決したいから、これで3点3点で、3点3点で、じゃあ、まあしょうがないですね。はい、いや、結構まずいんだが、この呪文、今引いてきたやつ、うん、手札がもう一枚必要なんだよなだから、あれか。で、完全反復をフラッシュバックします。何？フラッシュバックしました。3つ目の呪文、3つ目の呪文、空打ち下手くそ、フェニックス下手くそかさあ、フェニックスが蘇ってくる。え、ぴったり、ぴったりではないか。あ、一点残るのか。一点残る、一点残るか。だから、しまんねえな。これで決めたかったら、しまんねえな。よし、うん、これで俺は完全復活だ。12点ぐー、完全復活、一点残るという爪の甘さを残して完全復活おしまいだ。これ終わります。普通1点差勝つと、すいません、まあ、とはいえ、合流点はもうひねれなくなってしまった。で、トップ知ってるんですよ。これまずいんですよ、これ。まずいの、まずい、まずいトップなんですよね。まずいの積んじゃったなんだ。とりあえず、では要求値はあれなんだね。ロアホールド出すこと以外ないと思うんだよな。そうですね。え、だとすると無理だけどね。何か。なんなんだこのトップ見てドローできないカードたちは。いや、なんもないだろうが。お、はい。異世界の行使、はい、異世界の行使。トップの3枚を見ます。はい。好きな順番で墓地を送っていいよと。手札には加わらない。手札に加わらない。全部落としますない、ない。ちょっと手札が増えるカードが手札にない。ちょっと。うわ、手
セガムの作法あら、気をしたまえ。お前見る何かフラッシュバック持ってる呪文とかないのか。ない。全部もう、あら、気をしたまえ。終わり。さあ、盤面にはフェニック3体、そして勝負崎、そういえば勝負崎のあれだった。あ、そうですね、リワしてますね。もうやったので、はい、はい、やります。はい、はい、どうでもいいです。はい。いいぞ。うわー、フェニックス勝負崎アタック。あー、負けました。トロピオスカ復活。トロピオスカ復活。くー、参りました。手直してきます。はい、というか今回はパイオニア対戦をお送りしていきましたけど、いかがでしたでしょうか。はい、いや、結構一徹さん的めっちゃおもろい、うん、そう、面白いです、これ、ね、入ってるからでもさかなり、かなり怪しいし、はい、まあ今回はサイドボード戦がなかったからなんとかだったのかもしれないけど、うん、まあ実際はかなりね、夢あるデッキではあります、ね、夢はありますね。まあ今後プールが広がっていくと、より踏み倒しやすい、うんうん、呪文、踏み倒し害のある呪文も増えていくと思うんで、うん、ね、一応ね、フェニックスもまあちょっとあれですね、一番キャントリップそんなに効かなかったんで、そこはちょっとあんまりちょっと、うんうんうん、まあ、今回の対戦ではそこまでいい動きはできなかったなって感じはするけど、まあ、表現の反復はなくなったとはいえね、新しい新戦力、まあ、超母崎とかも含めていて、まあ、これでね、フェニックスを捨てるっていうのもかなり強い動きだったので、うん、まあ、まだね、全然そのデッキが死んだわけじゃないというか、うん、まあね、ちょっと一味変わったデッキを楽しみたいなって、実際のこのね、そうですね、フラホールズの、うん、追加ターンのデッキを組んでみるのもいいし、うん、まあ、こっちのね、イゼットフェニックス、まあ、王道というか、うん、まあ、今パイオニアでも代表的なデッキなんで、うん、楽しんでみるのもいいかなと思います。はい、はい、というわけでね、まあ、今回は僕が勝ったということで、見事復活されたということで、まあ、タイトルの一平さんもこれからまた動画に出てもらおうと思いますので、よろしくお願いします。トップを、そして一平さんのことよろしくお願いいたします。はい、はい、というわけでよかったらね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。というわけで、よろしくでした。ハリレのメディアチームの一平です。また次回、バイ。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録、そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。